皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのガネです。今回のテーマはこちらになります。左利きが巻き込みサーブを覚えるメリットを今回は紹介したいと思います。巻き込みサーブっていうのはこう体の近くでサーブをしててすごいこうボールが見えにくいんですよね。こう体ですごい隠れてるわけじゃないんですけどこうすごいこのボールが手やとしたらこう見にくい。 逆にこういう巡回転のサーブっていうのはこう結構見やすいサーブになっているんですよねですが巻き込みサーブっていうのはこう体の近くでサーブをしていてすごい見にくいサーブっていうことになりますでもう一つはラケットの角度がすごい分かりにくいんですよねラケットの角度がこうどういう角度になっているのかっていうのがすごく分かりにくい逆にまあ巡回転やとこう,こうなっているのかこうなっているのかとかこう結構ラケットの角度が分かりやすいんですけど巻き込みサーブは ちょっと分かりにまあ巻き込みサーブっていうのはこのラケットの面が分かりにくかったり体の近くでサーブをされていて見にくいっていうのが巻き込みサーブのまずメリットになっています。 では左利きの選手がなぜこの巻き込みサーブを覚えた方がいいのかっていうことなんですけど左利きの選手っていうのは基本的に右利きの選手と試合をすることが多いので右利きののの選手といいいうのは大体ストトレートのゾーゾンでで構えていることが多いんですよね逆に左左やったり右右やとこうク,ロスのクロスで構えていることがお互い多いんですけどこれがストレートになると さらにこう見えにくくなる、まラケットの面であったり、体の近くでサーブをされているっていう部分がさらに分かりにくくなるっていうことで、マック込みサーブを左利きからすると、もう右利きからすると余計見えないっていう状態になるんですよね。なので左利きの選手はぜひ巻き込みサーブを覚えてもらったらいいかなと思います。それでは実際のプレイ動画の方をご覧ください。